よしきです。よろしくお願いします。前回までのあらすじを説明します。飯田線1台駅から313系1700番台普通列車松本行きに乗車し、岡谷駅で211系0番台普通列車甲府行きに乗り換え、上沢機関区の名残がある上沢駅に到着しました。上沢駅を降りて諏訪湖を目指します。このデゴイチは1943年昭和18年3月16日に静岡県国鉄浜松工場で作成され、1949年昭和24年6月26日に中央東線上沢機関区に配属されました。
散水車の真上にカバーが取り付けられていますが、おそらく保存の際に取り付けられたものでしょう。1959年昭和34年頃に長野工場で国立長野工場式上演版 N2 型を装備し、再び上沢機関区に配属され、上沢機関区配属後は1964年昭和39年3月14日松本機関区、その年の4月3日に長野機関区に配属され、1970年昭和45年8月6日付で長野機関区で発射となりました。その年の11月現地点である湖畔公園に保存されることになりました。そして上沢駅近くに戻ってくると E353 系特急新州号が通過していきました。E353 系特急あらさ9号松本行きが到着しました。211系3000番台普通列車松本行きが到着しました。211系2000番台普通列車高尾行きが発車していきました。E353 系特急あずさ22号新宿行きが到着しました。
上諏訪駅近くのお蕎麦屋さんでカレーそばを食べました。再度駅に戻ると E353 系特急あずさ13号松本行きが停車していました。211系3000番台普通列車松本行きが到着しました。E353 系特急あずさ26号新宿行きが到着しました。